それではあの、帝国となりましたので、えー、共同記者会見を開きたいと思います。<laughs> えー、本日、ゲストを前にしていたのは、えー、サッカー女子日本代表、なでしこジャパンの佐々木紀雄監督です。えー <laughs> えー、私はあの本日、司会を務めます、えー、日本記者クラブの企画員で、3決シムのペップと申します。それではまず、<laughs> 米崎監督の方から、えー、先般のあのアルガルベバイの総括とから15年のワールドカップに向けての青写真という形でお話を願いいたします。では監督よろしくお願いします。こんにちは、えー。普段の記者会見とちょっと雰囲気が変わりましてあのちょっと緊張してるんですけれどもなりぶにもあのキャラクター的にズボラな人間なので。 もう何を言っているかわからないという人もいらっしゃるかと思いますけども、まああのー、いずれにしても、えー、先日のアルガルペの前にです、ね、もう本当に2008年から指揮を取ってきた中で、えー、着々とおイメージ通りなチームはできたかなと、まあ、その中で本当に、えー、30年という歴史がある女子サッカーを率いた中で非常にこう、えー 彼女たちの特徴としては協調性そして非常に粘り強く自分のスキルを磨こうとする力そして何といっても彼女たちがやはりサッカーという環境女子サッカーに恵まれてない中でも本当に自分たちが成果を出してそして後輩たちが私たちを目指してほしいなでしこジャパンを目指してほしいそういうような第三者のへの力を与えたいということは非常にこう 特徴的なチームで僕が男子から女子に関わってきた時になんてこう第三者に対しての思いというかそういったものは強いチームなんだなというのがすごく感じましたそして僕がコーチを経て経験した中でアンダー19若いスタッフチームを率いながらやった時も男子と違って本当に協調性がありそしてチーム戦術を構築する中でも非常にこう、えー 成長が高いというのは、われわれスタッフが掲げたことに対して、非常に快くこう学ぼうという精神がある、まあ、こういった性格のある日本の女性、女子サッカーというものは、絶対こう組織的に行ったものに対しては変化をするだろうというところをアンダー19で確認したわけですね、そして2008年、監督ということに昇格した中で、えー、北京オリンピックをやった、本当に、えー、非常に資質が高い。 それは何かというと、本当に協調性がやっぱりこの年代も高い、それであれば、やはりゾーンディフェンスを徹底して、今まで大柄でパワーのあるチームを引いて守るんじゃなくて、前線からどんどん連携連動してやるということ、その中で奪い方がよくすれば、もっとスキルも相手の自陣で攻撃ができるんじゃないかということでですね。 徹底してそれを連携連動した講師にアクションするサッカーを導入した中で非常に成長度が高かったでその中で特に我々主導でやりました5のうち4のぐらいが我々主導で1が選手たちの判断ですねそれをとにかく徹底してやろうということでやった中で非常に実直に結果を出しました東アジア大会優勝その時は選手たちもあこのサッカーって非常に私たちに合うんじゃないかいけるんじゃないかというやはりこの 地震にもつながりそして北京でもなんとかベスト4確かにあの時は目標が選手たちに掲げてもらいましたけどベスト4だったんですねやはりそれになった時にあわやくはメダルを取ろうと思いましたけれどもそう簡単にいくものではないとでメダルを取った国はみんなチャンピオンを目指そうというチームがすべてだったそれをまた目標に選手たちと今度はチャンピオンをね目指そうということでスタートしてその時は 1>, 1年半は我々5のうち4彼女たちは1だったんですけどもサッカーというのはそれではなかなかうまくはいかないこれからは君たちがもっとイニシアチブをとって、えー、状況が分からなければやっぱり工夫してお互いに検討しながらやる、まあ、それこからは我々も教えすぎないようにもう自分たちがかあまりこうジャッジに関与しないような形をとってですね5のうち3が選手たち2が我々というような割合でまあ 自分たちのチームなんだということを思いを込めてです、ね、構築しましたそうするとですね非常に選手たちがいろんな工夫をするようになりましたそういう意味で集団的知性っていうんですかね、まあ、ソーシャルなフットボールサッカーっていうのは状況の中で個で判断してグループで判断するものの中で監督が合わせ構成っていうのは次からはということのことはできるかもしれませんけども、まあ、そういったところがですね実践自分たちで工夫するということがアベレージになって ま非常にそれのアベレージチームとしてのバランスが良くなってきたあそしていろんなどんな戦いそして相手もいつもタイアップする相手はいつもいろんなタイプと違う、まあ、その中でやっぱサッカーというのは実質的にはやはり選手たちが判断するグループが判断する、まあ、そういうのはベースはまずできたベースから立ち返って選手たちが判断するような状況ができて非常にアベレージが高くなったと思いますですからドイツワールドカップのドイツ戦でも非常に 客も90%以上ドイツの応援そしてイニシアティブもかなり取られながらもやっぱり我慢しながら戦いを通じながら勝算の中で勝ち得た決勝でも非常に立ち上がり非常に厳しい状態であったもちろん失点だったらどうなったんだろうというぐらいのありますけれどもそれは耐えながら耐えながら自分たちの時間帯に来るまで我慢しながら対応する、まあ、まさしくそれは 自分たちで相手の状況を感じながら戦えるというチームになってきた、まあ、そんな中で非常にそういう経験も積んだ中で結果も出たということで厳しい、えー、中国での、えー、五輪の予選これも非常にも体力的厳しい中でもそういうようなベースができたということでクリアしそしてロンドンにおいても非常にやはり、えー、世界が、えー、我々の 攻守にアクションするようなサッカー、それが非常に女子のサッカーにセンセーショナルな状況を終えてです、ね、やはり欧米も組織的に、そしてフィジカルだけではなくて、サッカー的な要素を踏まえたです、ね、チームにどん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 構築になってきて、まあ、これからは非常にそれで戦うには、すね、我々はもっと今の精度を高める、そしていろんなパーソナリティのある選手を投与しながらです、ね、チームを底上げしていかなきゃいけないということ。 まあ、まさしくそれはロンドンオリンピックで感じ、そして今、えー、先日のアルガルペでもです、ね、そういったことはです、ね、すごくこう強く感じました、ある意味、デンマークさんも非常にボールを動かすことがうまかった、3年前は蹴って、走って、当たってというようなチームがあれだけの3年間で非常にボールを動かす、そして守備も組織的になってきた。 そういう意味でも明らかにわれわれは今の質を高めそしてタレントを養成しそしてそういった子でもやっぱり対応できるような選手も投与しなきゃいけなくなってきたんだろうなというのは感じますねまたそれと欧米とです、ね、戦う中で球際の強さというものも非常に日本の女性はまだまだ甘いというところもあるんですけれども決して僕は球際は強さ弱さというのは感じますけれども 明らかに女子サッカーは、まあ、男子サッカーも今フェアプレーということで非常にフェアな部分がありますけれども女子だからこそ全世界の女子サッカーはフェアなサッカーでやはり世界に女子のサッカーというものをもっともっとこう定着させたいという思いが強くあります、まあ、そんな中で球際の強さももちろんですけれどもやはり汚いような球際でですねプレーをするということはやはり我々はもちろん世界の 女子サッカーにもです、ね、そういうことのない中での女子サッカーというのを提唱していかなきゃいけないんじゃないかということをです、ね、最近、ちょっとこう常に感じるところがあります、まあ、ある意味、えー、我々は世界チャンピオンなり銀メダルしかし確かにこのベスト8以上ベスト4にです、ね、常にやっぱりこう、えー、定着できるようなアベレージを作る、まあ、そんな中で実際に今の女子サッカーではです、ね、やはりちょっとこう、えー 強化を怠ったりそして今の世界の動向をやはり踏まえながら自分たちがどうあるべきかということを常に考えながら進捗していかなかったらすぐ世界大会は出たけども予選リーグ敗退ということにですねつながってくるんじゃないかという思いが強く感じているところなんですですから僕自身もですねここまで結果としては上げたその中でもう少し あと2大会の世界大会でやっぱり同じぐらいのレベル、優勝するかしないかは分かりませんけれども、目標値とはそう立ててつつも、もっとアベレージをしっかり獲得できるようなあ日本の女子サッカーにするということにです、ね、やはりもう一度責務を置かなきゃいけないんじゃないかということで、自分自身は、えー、次の契約にもです、ね、自分自身で最終的には決断したというところにあって、今、強化を図っているところです。 せっかくですんでそので、15年の今度のカナダのワールドカップまで、監督の頭の中にあるタイムスケジュールのようなものを、ちょっとご紹介願えればえとにかく、えー、今年の前半はいろんな選手をです、ね、やっぱり世界大会という舞台に経験させながら、 そしてできたこと、できなかったこと、そして、えー、可能性はある中でどういうふうな、あもう少しその選手にいいアプローチしていったらいいかとかいうことの中で、やっぱり人材のやはりこう要請というか、強化、まあ、実質的にはですよ、代表でそういうようなあの要請するということでいいのかということも、一つの意見としてはあるようですけれども、まあ、実際にまだまだ、 4万2000という、まだまだ層が薄いこの女子サッカーですので、実際に代表という経験値の中で、やはり選手の移行要請というのは必要なんじゃないかということで、特に今年の前半はです、ね、いろんな選手を登用する、もちろんアンダー20、そして今までいろんな候補には上がってきたけども、まだそういう経験値がない。 そんな中でナデシコリーグで頑張っているような選手も含めてですね今回はアルガルペまではですね経験をさせたところなんですけれども、まあ、それと中,中盤か後半にかけてはですねやはりタイトルのある大会もありますのでその辺で若い選手を経験させるかそして経験のある選手を投与しながらこれはどこまで経験のある選手がまた継続して 可能かどうかというのもですね、示唆していくということも大事なんじゃないかなということで、その辺は今、模索しているところでございます。そして、とにかく来年はですね、予選があります、ワールドカップ予選、これは枠も広がりますので、実質的に予選を突破できないということでは、まずない位置まで来てますので、とにかくもうワールドカップで、 優勝するというもちろんその間には予選があるんですけれども、そこは必ずもう通過しつつ、ワールドカップをの大会をターゲットにしたチーム作りということをです、ね、今、考えながら強化、思考育成、それと含めてやっているところです。まあ、何分にも、あとは昨日、土曜日から始まりましたなでしこリーグ。 等々もです、ね、しっかりと視察しながら、まあ、各チームにも今、世界の動向、そして日本の今の現状、そしてその中で目標値を掲げながらです、ね、各チームと連携しながらやっていきたいと思ってますけど、それでは会社の皆さんから質問をいただきたいと思います。質問は挙手のあの所属とお名前をおっしゃられたで、あで、こちらの方で指名いたしますので。 マイクのところで質問をしていただければと思いますあの時間限りございますのでなるべく簡潔な質問にしていただければありがたいと思いますそれではよろしくお願いしますあの当クラブ企画院でテレビ朝日の河村と思います、えー、今もお話がありましたけどその人材の育成ということで <coughs> どうも世代交代を図るような感じがしているんですけどこれまでの中心選手だった澤選手や宮山選手らにどこまで頼るのかあるいは次の中心的な選手は誰を軸にお考えになっているのか言いにくいところもあるかもしれませんが今の段階でよろしくお願いします。はい 新たな選手、そして新たなリーダーということの要素もです、ね、含めた中で、思、ま、考、あえー、しているのも間違いないんですけれども、決して澤選手と宮山選手を今後の中心選手としてです、ね、考えていないということではなくして、まあ、いずれにしても、次の大会等も彼女たちにやってもらえるか。 そういう現状なのかということをです、ね、今の中堅の選手たちのリードオフも確認したいということで逆に言うと三山選手や澤選手を呼べるだけの今の現状の力が持ってますしでもその選手たちがいることによってどうしてもそういう選手たちのやっぱりリードオフというものがはっきり見えてこないところもありますから。あえてアルガルガペななどはそういうよういよ 要素のファクターが大きくてですね先行してないというのが現実あるわけなんですね僕の思考的な部分の中ではですねであの決して今は非常にいい環境に女子サッカーになってきましたあ非常にこう昼に練習してゆっくり休んで非常にこう体もメンテナンスしてそしてまたある意味では、えー、老化してくる筋力もですね、えー、強化を図れるというようなところがありますからいずれにしても やはり澤選手にしてももちろん宮山選手にはまだまだですけれどもやはりそういうような環境が女子のサッカーにはついてきましたのでそんな中でもまだ選手生命の自分の中ではですね先日の試合を見てても澤選手は一番ミッドフィールドの中でボールに関与している時間が長いですしある意味、宮山選手もキラーなプレーは 昨日もかなりしてましたけど結果は出ませんでしたけどもしてますしそんな中では決してその新たな選手ももちろん準備をしておかなきゃいけないですけれどもまあいずれにしても経験になっている選手もですねいつ投与してもですね十分な力があるかどうかだけを確認しておけばどんな状況があったとしてもそれは併用できるんじゃないか。 まあ、そして、まあ、そういうような準備をした中で中堅選手たちの意向はどうだったかというと、まあ、アルガルペでは表、まあ、題点であって抜きに出た本当にリードオフできるのはまだ確認できなかったのが現状なんですね、まだやっぱりこう、白場のあるような試合をやはり経験することによってもっともっとそういう力が増してくるのかなということもあるので、えー、いずれにしても三山、えー、選手が澤選手の状況を見ながらやはり育ってきたように もう少しそれは見させながら、経験値を踏まえさせながら、やはり次のリーダーという形も、もう少し時間を置いてでもいいんじゃないかな、そういう意味では、三山選手をもう一度投与するということも必要なのかなとかですね、いろいろ今考えているところなんですけれども、どちらにしても図れるような、そういう準備を日本の女子サッカーでしていくということが重要なんじゃないかなとは思ってますけど。 まあもしくは、僕がこのワンサイクル終わった後の先も考えたところの中でですけどもね、はい、こんなところで大丈夫でしょうか、はい、ありがとうございます。えー、次どなたか 富士テレビの井上と申しししまますすよろしくお願いいたしますあの先日のアルガルビカップであの若手の,あの新,新戦力の発掘というものもテーマに挙げられていましたけれどもその点でこの大会を終えて改めて、えー、とその部分での手応えそしてもし特にあのこの選手気になる選手が出てきたという方がいらっしゃれば教えていただけると幸いですお願いします。 やはりあの選手にも後で聞いたところですねやはり非常にこう国際ゲームにまだピッチに立ったことがないという選手たちはやはり、そんなにはスタンドにはたくさん人はいないんですけれどもある意味、日本の皆さんにテレビを通じて見ていただくというプレッシャーもありそして国際ゲームということのプレッシャーの中で そういう意味ではメディアの方たちには感謝しなきゃいけないのはそういう意味でそういうようなオーガナイズをしていただいてそして、ある意味に空気の中で選手がです、ね、経験ができるということはやはり本番にさらに近いような状況を設定してくれるんじゃないかやはりその中でもまだ経験したことのない選手たちは非常にこう浮き足だったプレーも経験しただろうし その中でできたことできなかったことそして、浮き足だったらこんなことが起きるんだなんていうこともですねやはり経験したということは我々にとって大きかったと思いますし、まあ、その中でやはりこう、えー、選手たちでも、えー、若い選手たちが常に真ん中のプレーヤーとしてできるんだけれども今まで若い世代の中でできたんですけどもやっぱり、えー、365度のプレッシャーある中でやったときにはやはり トップトップは違うんだなという経験をした選手たちもいますしそんな中でじゃあ田中選手は今、代表クラスではえば陽子選手ですけど真ん中は今まだ厳しいだろうとサイドだったらサイドは結構やっぱ彼女の持っているものは今のところできているんだろうかなというようなことも確認できたりとかある意味、中堅でまだ本当に代表ということで経験できていなかった選手たちですね門選手なんかもそうですよね。ある意味は えー、丸見選手、新潟の山崎選手なんかも真ん中の中でねやっぱり初めて経験した中で、えー、時間を追うごとにやはりだんだんやっぱりこういうレベルにも自分が何とかあーついていけるついていけないもうそういう意味でも特筆したです、ねえー、部分の中ではそうはいませんでしたけども、まあ、若い選手は田中美奈さんも非常にこう国際レベルでも小柄であっても非常にこう通用する部分と通用しない部分はありましたけれども。も でも本当通用するということの中ではかなりトップトップでもできるんじゃないかということもですね、本人も我々も感じたこともありますしあとはこう経験豊かな選手たちはまあアベレージのパフォーマンスは見せていたとは思いますけれどもね。そんな中で山根選手もよかったりよくなかったりという、できたことできないことはありますけれども、やはりある意味、本当にいろんな選手たちがそこのピッチに立ったということの中でやっぱり、示唆できた。 ということは、まあ、お互いにです、ねまあ、特質でこれはすごいというところは感じませんでしたけれども、やはり経験値を踏まえて、あの僕もいろんなことはチェックできたということですね、まあ、それとやはり日本の若い,手も若い選手もそうですけれども、やっぱり諸外国にやっぱり素晴らしい若い選手がやはりあの出てきたということですね、ノルウェーでの選手の中でナンバー10をつけてた選手なんかは、まだ19歳ですけれども、 もう本当にエースに近いぐらいなプレーヤーですよね、実際に、もちろんドイツもいますね、各国に、やはりもう10代、20代、20の前半の選手の中で、やはりはっきり言うと、日本の特あの選手よりも明らかにレベルが高いという選手が発掘されているということは、やはり日本もこれから育成するに上でも、ですねまあ日本らしいサイズでいいんですけれども、 やはりこういった若くて可能性のある選手をやはり今回のようにこういういトップトップでやはり早く投与しながらやはり感じさせてまたそういった若い選手に変化を求めるというかねそういうきっかけ作りというのは重要だなというのは切に感じまました、はい、ありがとうございますえ質問ある方挙手をお願いいたします。 TBS の滝沢と言いいまますすよろししくお願いしますあの先ほどあのチームの底,底上げというお話がありましたけどワールドカップ連覇するためにこの2年間でやるべきことまたあの思い描いている理想のチーム像など,などありましたらよろししくお願いします今、しっかりと取り組んでいるところの中では、まあ、選手層ということの中で えー、僕自身は442をベースにやっているんですけれども、まあ、その中の素材というものの、やはり層を厚くする、それはやはり若い選手層を、中堅層をやはりもっともっとこう作るというのが一つですねで、その中で今までやってきたところの質をやはり一人一人がやっぱりベースアップするということ、それがまず重要だと思います、パスコントロール含めてですね。えー、そして えー、そのパスコントロールの質というところの中で徹底したときに、やはり僕自身の今の現在の指導する能力プラス、やはり今回、中村コーチという非常にヨーロッパでも卓越した、いろんな外国のオランダの監督とともにです、ね、そういったものをです、ね、指導してきたコーチを投与してです、ね、その質を細かくやはり強要していくということ。まあ、それは キャンプに来たことだけではなくて、るいろんなチームにもです、ね、発信していきたい、そしてチーム、他のチームも含めて、これはキャンプに来たときだけ質を上げて要求するだけではうまくなりませんので、まあ、その辺をしっかりあの全体を通してです、ね、そして来た選手たちにはそれを認識させてということ、これはまあ,ある程度長い時間、いい習慣としてやっていかなきゃいけないものですから、まあ、その辺をやっていく、そしてとにかくわれわれはです、ね、小柄な分、うん 攻守の切り替えは世界一にしよう、そしてスライディングなんかも本当に今までの代表監督たちが小柄な分どうしようかといったらスライディングを早くスピーディーにしてそれを相手からのリーチ分を確保するとかヘディングの競り合いはえとにかく勝てなくても相手の自由を奪おうとかですね、まあ、こういうようなシスをもちろんベースとしてえしっかり構築する。実はですねこれ 簡単に若い選手よりあ層をうそう厚くすると言いましたけれども、この習慣を徹底してベースアップするだけでも、これ、実際に時間はかかるんですね、でベースアップしたところから、今度はもっとさらに質を全体的に上げていかなきゃいけないという作業にならなきゃいけないので、一、まあ、つのチームとして長年の時間のスパンではないので、まあ、その辺はですは、ね、非常にどういうような思考でやるか、そしたら各チームにやはりそういったものを下ろして、 ぜひそういうものを取り組んで各チームでそしてリーグでやってほしいということをそしてさらに相手との間合いの中でやはりボールゲーが弱いというところをどうしようかといったときにやっぱりもっとリーグの中でもっともっとこうたくましさの中でやってほしいということ、まあ、そういったことをですねやはりこう日頃から皆さんにアプローチしながらやっていかなきゃいけないところと自分たちが集まってきたところの中でやっぱり本当に精度を高くしていくということですね。 でいずれにしても、最終的にはやはり、えー、ワールドカップで連覇をするというところは、もう身近な中でのあと2年ぐらいしかないわけですよね。ですから、実際に若い層が育ちつつもです、ね、実際に今現在のベスト本当に優勝可能なやっぱりメンバーを選考するということに、えー、結果としてはなると思います。ですから、そこまでですね、えー、ある程度若い選手が伸びてきていただければ、あ経験のある選手と比較したとき同じであれば、 もちろん経験のある選手ではなくて、若い選手を投与するだろうし、実際にそれより落ちてるんであれば、経験のある選手を最終的には使う投与していくということにもつながりますし、とにかく、先々にもやはり経過としてです、ね、若い選手が次の代表になるということも考えてはいる中でも、最終的に結果を求めるということは、ワールドカップ連覇ということに尽きるので。 まあその辺の細かい作業の部分はありますけれどもそういうベースを一人一人上げていくということにまあ尽きると思います、はい。それと戦略的な要素の中でもやっぱりもっともっとこうチーム状況の,あの今の流れの中で、まあ、我々がいろんな思考をしてですね戦略的なものシステム的なものをもっともっと今度はアプローチをしていかなければ簡単にですね、えー、常に同じような我々主導の戦い方でしているということの中で 戦って勝てればいいんですけれども、まあ、その辺は今後、またいろんなことを分析しながら考えていかなきゃいけないなとは思ってますけども、実は我々は、4 4 2で、相手状況ででシステムを変えたりりとかはあまりしないんですね相手がトップが素晴らしいから、じゃあワントップにあのあの、1人をマンマークにするとかいうのではなくて、常に我々は自分たちのサッカーというのをベースに戦わせてやっているというチームなものですから。 まあ今後はわれわれの戦略的な要素はかなりも見られ、やはり工夫されてきている中では、その中で変化をつけなきゃいけないという、連覇をするにはつけていかなきゃいけないということも、これから生じてくるとはあの、自分たちも考えてはいるところもあります今のお話のちょっと続きで、あのな,でしなでしこリーグの現状については、どんな感想をお持ちですか。 非常になでしこのパフォーマンスには非常に全体的には似ていると思うんですね、えーまあ、その中で、やはりその、えー、どちらかというと球際だったり、非常にあのアプローチの速さというところから見ると、やはり諸外国と戦う中では非常にこう。 パワーだったり、アプローチされる局面の中でも、やっぱり体はかなり張られるところ、なでしこよりはあまりこう張らないというところの、結構スマートなリーグであることはま間違いないんですね、その辺のこのスマートさの良さと、やはりその辺の戦う局面の中での厳しさというのもです、ね、やはりもう少しこう導入というんですかね、質的から 入るということもまあ我々にとっては重要かなというのは感じるんですね、その中で初めてパスの質、コントロールの質というものも、やはり成長していくということにもつながってくるものですから、まあ、その辺はちょっと感じるところはありますけどこれはの代表監督として、あの各クラブ、もしくはリーグに、なんか具体的なアプローチとかも考えられることはございますそうですね、今年はあは今回のアルガルペを通じた中で、ね、まあ、レポートは出すんですけれども。 レポートだけではなくて、あの映像の中で,です、ねえー、少しこうアプローチをするというところも今、今、制作中でもありますね、はい、ありがとうございます今日はなでしこジャパンなので、女性が多いですね、嬉しいです。<laughs> えとテレビ東京の斉藤と申します今のお話にちょっと関係するんですけれども、はい、あのなでしこジャパンの皆さん結構こう、海外に挑戦する選手が増えてきたと思うんですけれども、はい、その海外でプレーする良さというのと、えー、もう1つ、あのー、アルガルベカップには、えー、選出招集されていませんでしたが、えー、岩渕選手、先日あのホフェンハイムで、えー、デビュー飾りましたが。 あの彼女の才能、まああの、オリンピックの決勝戦の涙とかがすごく印象的だったんですけれども、彼女の才能っていうのをどう考えていらっしゃいますでしょうかあの海外へ、非常にその門が広がったということは、本当、2008年の北京オリンピックでの資質ベスト4になり、えー、そして非常にスキルが高いということと、運動量が多い、そしてセレクションなんかに行くと、非常にそのなんていうんですかね。 えーまあ、ヨーロッパの選手よりも非常にひたむきにコーチの意見を聞きというところがすごく評価されているようです先日もアルガルペ行ったときにドイツのブンデスリーガーの女子のチームのスタッフ、監督がです、ね、逆に私たちの試合を練習を見てそしてその後我われわれにレクチャーをしてくれというようなお話があったときに非常にそういうことを評価をしていました。 ですから今後も非常にこう日本の女性というか日本の女子のプレイヤーを求めているというようなところと非常に逆に言うとそれを何て言うんですかねプレーだけではなくてサッカーに対する姿勢というものもですね学べるというようなことをこう僕に言われてましたまあそういう意味では逆に我々はそういうことも評価をされつつそして我々は逆に言うとですねそういったいろんな文化を選手として学びそして やはりいろんな言葉でもコミュニケーションスキルの部分でもなかなか難しいところにやっぱり飛び立っていろんな人間としても学べるそして何といってもスタイルが違うサッカーの中で自分をどう生かすかとかいうこともです、ね、非常にこう資質的なものも問われる中でやっぱり学べるということそして今までヨーロッパ、ドイツそうってそれをナデシコジャパンに帰ってきた時のマイナス面はほとんどない逆にはもちろんコンディションとか まあ、ポジションが違うというところは、日本のリーグやっててももちろんそれはあるわけで、実際にそういう意味でも、一人一人がみんなたくましくなってきているのはもう間違いない。それは顕著に感じることがあります。まあ、その中でも、非常にこう、えー、海外に飛び立っていくということには、僕自身はすごくいいことだと思ってますし、ただ、ある意味ちょっと、どこでもいいという、チームはどこでもいいということではなくして、えー、代表クラスであれば、 それを支援するんであれば、やはりそういった行くところのチーム、行くところのリーグというのは、やっぱり差しなければいけないということは一つあ,のあると思います。でも本当にそういう意味でも、この,この、えー、途中からでもね、行くような選手がなんかいるようなことを耳に挟んでますけれども、まあ、実際にそういう意味でも、それに対しては期待しているところはあります。えー、岩渕選手ももそそういううういいととこころろででで、ね、まだ若さがある中でやはり彼女なんかもそういうところで そういった面をです、ね、ぜひ学んで戻ってきてほしいと思いますし、えー、そういう意味でも彼女というものはもう本当にこう子としての部分の中では本当にあの素材的にいいものがあると思いますしかしまだまだアベレージがないと思ってますね、まあ、そんな中でいろんな諸文化がいろんな文化が違う中で彼女がどうそこで思考しながらですねあのまたか体は小さいけども非常にまあ何て言うんですかねプレーの幅 心の幅人間として、日本の女性としてですね大きくなっていくことを監督あの、今おっしゃられたあのひたむきさというのが、ねはい、なでしこというチームの一つのキーワードでもあろうかと思うんですが監督、思われるにこれは日本の女子のサッカー選手の資質なのか<ー>日本女性の資質なのか。 いやこれはもう日本の女性の資質じゃないですかね <laughs>、はい、ですから、まあ、我々のビジョンの中にもひたむきさ、芯が強い明るい礼儀正しいというこの4つあるんですけれども非常に僕はあの素晴らしい言葉でなんか OG があの掲げた言葉を集約したのが4つだったみたいなんですけども僕はこれをベースに僕は選手にアプローチしています実的には君たちの OB がこういうことをです、ね、掲げている、えー、本当にひたむきにやっているから。 練習してるのにしても、えー、活動する上での姿勢もそうですよね礼儀正しいとかですねですよく僕がたまに公演のあと市民公園なんか行った時に「あのいかがですか私たちのこの4つの言葉に画面から出てませんか?」って言うとですね皆さんもう拍手してくるんですよねだからそういう意味でそのひたむきさ心が強い明るい礼儀正しいある意味 表彰台であれだけ笑ったりパフォーマンスするのはが他の国の人たちがやってましたよねどちらかというとこうあ誠実にあのメダルを受けますっていうのはなんか日本の女性っぽい感じをしてたんですけども彼女たちは本当自然にそういうような立ち振る舞いをするというところはやっぱり日々そういうようなところがやはり活動にもそういう場面のところでも臆することなくですね自分たちのこう意思をこう伝えるなんていうこと。 それが非常にこうあの表現者として逆に違った表現者としてですねいろんな市民国民の皆さんから評価されてるんじゃないかなというのは常々僕は感じます。これは決して僕が指導してるわけではなくてやはり日本の女性でありかつ日本の女子サッカーの歴史がですね彼女たちのそういったものを成長させていただいて、まあ、そしてまあ僕自身もそういうような 姿勢というなでしこの今までの30年の歴史の文化というものを僕は大事にしていきたいなという中で指導してきてますからそれが非常にこう彼女たちもこう、まあ、すくすくというか伸び伸びというか、まあ、そういうふうにできているのかもしれませんけれども。男性の方が <laughs> <laughs> えー、共同通信沢と言います、はいえっと。先ほど佐々木監督はです、ね、アルゲルベで行ってあのノ,ルノルウェーの新しい選手、はい、それとデンマークで組織的なプレーになってきたと。はいはい、ということはロンドンオリンピック終わって次へ向けての世界の新しい流れが出てきているんじゃないかと思うんですがその辺りをどんな世界が変化してきているのかそこら辺をちょっと教えてもらえないでしょうか。 あの実はですね、我々が北京のときにベスト4になりました、世界で,です、ね、大体ベスト4になるのは、ある程度蹴って走って当たってっていうベースがです、ね、高いか否かというところがあったようです、その中で我々が一番世界で、どちらかというと、この間のドイツも北京もロンドンも平均身長、平均体重、一番小さいわけですね。ということは、一番小さい参加した国のちっちゃいチーム。 がです、ね、ベスト4になったということそして何といっても組織的にボールを犯しというモダンなサッカーでそうした時にサンドヒールさんその頃アメリカの監督で今はスウェーデンに移りましたけれどもあの監督が優勝会見の時に今後は日本のです、ね、サッカーのようなスタイルをやはり我々そしてヨーロッパも変化しなければ やはり進歩がないといとうかですねやっぱり日本の世界の女子サッカーが変わらないというようなことをコメントしたんですね実際そのあたりからアメリカもヨーロッパも非常にそういう意味でもボールを動かす蹴って走って当たってだけではなくてやっぱりそういうモダンなサッカーにですね非常に変化してきたんですねそして3年後やはり変化をしつつそして4年後のロンドンはさらに変化しつつそして代表その 本大会に来なかったデンマークとかそういったチームでさえもです、ね、そういったものをです、ね、構築しながらこう変化し,てしようとして今やってきているんですねですからそういう意味でもどちらかというと昔のイングランド男子ではえばもう本当蹴って走って当たってというサッカーから変化したようにです、ね、実際に日本の世界の女子サッカーもです、ね、逆に言うと我々のそういう小柄なチームがやったスタイルを やはり感じさせたということもあったんですけれども実際にそれが身体能力が高くてスピードパワーがあるチームがそういった連携連動した守備そしてモダンにボールも動かせるとなった時に一番世界でちっちゃい我々がどうしなきゃいけないかその資質をやっぱりまずは高めていくそしてなんといっても今までは1対1難しい2対2も難しいかな3対3ぐらいだったら 大柄でパワーがあっても自分たちの連携連動質を高めれば勝てるようにそして11対11だったらもっとそれをイニシアティブを持てるようなチームを作るんだということでやってきたんですけども今後はそういうようなパワフルでフィジカルの高いチームがそういうことをやってきたらですねより質の高い精度そしてより高いやはり個の選手も含 含めて投与しななきゃいけないけ、まあ、その中で今、ヨーロッパにそういう経験値を踏まえて、1対1でも勝てる、それや2対2くらい勝てるようにしようなんていうぐらいな質をですね徐々に上げていくということが、やっぱり日本の今後をやっていかなきゃいけないというところに尽きると思いますね。あ、はい、ありがとうございいまますす、えー、質問のある方挙手お願いします 女性の方でも男性の方でも、うん、最近はですね記事がないんで、ぜひ、何のにですね <laughs>、えー、個人会員の知らえといいますか、スポーツ専門でもなんでもないので、ちょっと野じ馬的な質問なんですが、ね、はい、まあ今おっしゃったようにあの、なでしこジャパンのサッカーって、世界中に研究されて、ですねある意味、非常に厳しい局面。 その答え今おっしゃいましたけれども、えっと、翻って海外の方でで、すね海外のあのチームをここをちょっと真似してやろうかとか、ですねあるいは別な言葉で言えば、えー、内心考えてるライバルの国、それは体のでかい国なのか、それとも日本と同じような小柄で同じようなことをやろうとしてる国なのか、ライバルと黙している国がもしあれば、なんかそういうお話を。 あのもうライバルはもちろんたくさんいるところなんですけれども、まあ、実際にやはりフランスというチームはですね、えー、随所にフィジカルの高いあ選手は投与しながらも非常にこう大柄な選手でもですね非常に身のこなしがいいという、まあ、そんなところがあってですね やはり我々の今後日本の女性もですね、大柄な選手がこう投与した中でどうしても欧米の選手と,見たと比較した時にこう身,身のこなしが今一つだなという感がありまして逆に言うとその大柄な選手を身のこなしを良くするというところの中での、まあ、分析というんですかね、まあ、そんなこともやはり測っていかなきゃいけないな。 これからせっかくその大柄な選手も少しこう今、若い選手たちに多くなりました高校生でも170クラスはですね、非常に多くなりましたけれどもまだまだ身のこなしはですね、その中でスピードがあるなんていう選手はなかなか出てこないそんな中でやはり持ち合わせたあ 遺伝性的なフィジカルだけではなくてその大柄な選手のやっぱり身のこなし方をです、ね、もっともっとこうサッカー的な要素にこう変化させるということもですね今後考えていかなきゃいけない中では非常にフランスというチームは結構、参考になるなとかですねあとはもう本当にアメリカなんかは特にもう160万ぐらいですかね登録数がいるととにかくやはりサッカーをやる需要がすごくあるわけですけれども。 そんな中でもっともっと日本がサッカーをやれる環境づくりということからですねそういうシステムという意味ではアメリカなんかにも学べなきゃいけないあとはドイツなんかもそうですねそういうようなサッカーができる場をいろいろこう底辺から吸い上げるような状況ですねドイツなんかもやられてますからある意味どこのシステムをどうのこうのということになった時にはあまりないんですけどもこうを育成したりそれとこう 女子サッカーをもう少しこう反映していく中でのシステム作りというところからはですね、えーまあ、学べるという国はまあドイツでありアメリカでありというようなことが感じられますけれども、まあ、国柄的なものもあるんですけれどもサッカー的にはフランスが非常にあの参考にもなりますけれども、はい、あれタネちゃんフランスとやるっていうのはもう言ってあるんだっけあまだああごめんなさい。 それはニュースとというこでやりたいなという希望だとうございますちょっとあの一つあのがらりと違うことを伺いますけれどもあのアルガイの大会中留守を預かった澤さんがですね、はい、まあ日本のスポーツ界を代表する形であのアンバサダーとして招致の仕事をまあ立派になされたと思います。はいはい そうした選手のサッカー以外の活動についてと。監督自身、何かその。オリンピック、パラリンピックの招致について、お考えあれば。一つお伺いできればと思いますけど。うん、もう本当に、あの、この機会にですね、そういった日本でオリンピックをやるということは、すごくも。えー、重要なことだと僕は思います。決してサッカーという、あ、サッカーじゃなくて、そのスポーツだけではなくして。やはり。えー まあ、大震災があって、水の大震災があって、やっぱり,やっぱりこう全体的に日本というものを、やはりもっとこう、えー、何かこう、えー、復興する気あのなんていうのモチベーションというかあ、実際にそういうことが今度できるんだということの中で、何かこう力が湧いてきたりとかですね、いずれのいろんな側面から、そういうパワーがあーみなぎってくると思うんですね。 ですからそういう意味ではあぜひ、この機会にやはり日本でオリンピックをと、ま、して東京、東京ということでなんかパーシングもあるような状況もあるのかもしれませんけれども,でも僕自身はもうとにかくその都市開催ということから仕方ないことでもあると思いますしまあ、仕方ないというよりも本当にいいオリンピックに日本全体でやっぱり士気をです、ね、やはり高めながらあのやっぱりいろんな世界の もものをやっぱりり身近に見れるチャンスでもありますしぜひそういうことはまあ開催できればと思っている一人ですけれども実際にはですから本当に我々のスポーツからやはりあんなにですよあ実際に僕がドイツ行く時え実はちょっと何ん,んですかね非常に変則した乗り換えがあった中で名古屋のセントラル空港から 旅立ったときには、本当にペンキ職者さんが3人ぐらいと、カメラが1台ぐらいだったんですけど、もちろんサポーター、ちょっとこう、あのどこから出るか分かんなかったんでしょうけどもあ、ほとんどいなかったんですね、で一緒に団体旅行さんで行く、女性20人ぐらいのヨーロッパ旅行へ行く人たちが、一緒に荷物をこう入れてた、そのとき、僕たちにですね、どちらのチームですかって言われたんですよ。だからら僕はあナデシコジャパンでですすっって言ったらですね ああバレーボールですか!」って言われてですね <laughs> がっくり来てですよがっくり来てドイツへ行って帰ってきたらねあんな素晴らしい皆さんがですね出迎えてくれたりもう本当そういう意味でもスポーツそんなに認知のなかった女子サッカーでもやっぱりあんなにパワーが出るわけですよですからそういうパワーはやはりあの日本で日本の方のスポーツ選手からのパワーもありますけどもやっぱ生で身近で。 そ数多くいろんな少年だけではなくて老若男女を見た中でやっぱりいろんなものに鼓動すると思うんですよね。ですから、そういうようなスポーツだけではないと思いますけどスポーツにはそういう力がありますしぜひ、やっぱりそういうものを日本でやれるというチャンスが今あるわけですからぜひそういうものも成功というかまずはやっていただければなと思いますけどね。ドドイツのねワールドカップでいうと おそらくも,うもちろんその結果が最高の結果だったことは間違いないし、はい、試合一つ一つが非常に感動的だったことももちろんそうなんですけども震災とのタイミングが非常に大きかったと思うんですけれども改めてそのことそれからこれから先の活動についてその震災と関連しての何かのお考えみたいなのがございます。 そうですねもう逆に言うと彼女たちって本当に第三者のパワーってすごくいつも感じるそして北京で中国でも大会なんかあると「謝謝ありがとう」とか、まあ、非常にそういうようなこうアプローチをする性格もありつつやはり逆に言うと我々は本当にそういう意味でも妙なパワーって言ったら失礼ですけどもいやいや頑張らなきゃいけないという本当にねあのそういう。う ことから逆に言うと我々はあのパワーが与えてもらったのかなと、まあ、その分逆に言うと本当に僕はこう返さなきゃいけないということもありますし、まあ、今僕自身もあの時間があるけどなるべくその復興に伴ったところの公演とか市民公演とかそういうのは行,行ってる,いるはいるんですけれども。 ただやはりいろんな立場の中でやっぱり我々はスポーツということで介するというのが一番であることはもう間違いないですしまあそして実際に我々の,あのプレーを見たりオリンピックを見ていただいて本当にこうあの元気もらいましたということまあ本当にそういう意味で我々はもうスポーツで介することしかできないでしょうけどもまあ実際にまだまだ復興という部分の中ではまだ時間のかかることですし精神的にも 実際に生活面においても、やっぱりこれがしっかりと整うまでは、やっぱり忘れることなく、やっぱりこれからも継続的にそういう意識を高めながらやっていかなきゃいけないなと思ってますけどありがとうございます。えー、あと 1, 問とと問いいう時間ででござまますすがが、えー、個人会ののの申しますがあの前段のお話の中で え監督がまあ日本代表を中心とする現有勢力のレベルアップといいますかボトムアップといいますかそういうものをあの図っていくと一方でえ新しい選手を発掘していくあのまあ中村コーチがいらっしゃるにしてもお一人で現有勢力のレベルアップとそれから新人発掘という仕事を両方なさるって本当に大変だと思うんですが。 えー、レベルアップの方は精度を高めていくというお話がありましたけれども、えー、新人発掘をする場合にどの程度下の,あの方たちの,その試合を監督ご自身が物理的にご覧になるその時間があるのかそれからそこからこれはという選手を発掘するそのポイントといいましょうかねあの監督のこう人を見る目といいましょうかそういうものがあったら1つ教えていただきたい。 そうですねあの実際に若い層の中ではやっぱり、えー、高校レベルぐらいからやはり見るチャンスはありますねもちろん大学、今度ユニバーもありますからそういった選考も含めて、えー、それと、まあえー、本当にその見る中で、えー、例えばゲームをやっている中で非常にその勝負にすごく関われる回数が多いという選手ですね。 本当に守備でも危ないというときにここで体を張れたりここでいいカバーをしたりとかいう本当にこの勝負に非常にこう勝敗を決めるような局面の中で非常にこう関われるようなそして気づきがあるなとかですねまあそういうところを結構見てますね。のもちろん たまたまラッキーなボールが来てポーンとプッシュしてシュートしたというところこれをどう評価するかというとやっぱりそこのパッと見た時にこいつどういう動きしたっけかなということをちょっと,はあと聞いたりちょっと分からなかったら聞いたりもしたりですねでやっぱこういう動きしてるからやっぱり勝負に関わるようなプレイヤーなんだなということも踏まえてちょっとメモするということまあそれは1回だけではないんですけれども実際に本当に勝負に関わるプレーをこの子は何回ぐらいやってるかな。それと パスゴンドーールのフィーリングはどうかなという局面ですねあとはその本当にあんまりこういろんな角度でたくさんその相対的にこうレベルをアップしてないと呼べないっていうことではなくてこのぐらいなんですそして呼んでみてどのぐらいの性格してるのかえこんなことをアプローチをしたらどんなようなことをするのかなということをもう一回確認するっていうことであんまり数多くこう、えー、視点を を多くしてしてまうと結局、その子がチャンスなくなるというのは現実的に若い選手は特にあるので、まあ、その辺のインスピレーションを大事にしているのが現実あります、はい。ですから残念ながら何回か呼んで呼ばなかった選手ももちろんあるんですけれどもその子たちに一番気をつけなきゃいけないのは、えー、この代表に呼んで呼ばれなかったということとあっても決してこれをあの、えー、最終着じゃない。 まだ君には時間があるからねということをやっぱり付け加えないともう最後、やっぱりこうえ若い選手をチャンスを上げるのもいいんですけれどもその後呼ばれなかったという時のこの落差がまだ精神的にできていない子はやっぱりケアしていかなきゃいけないということもありますけれどもでも、活族、そういう意味でもチャンスを与えたいということは現実に思っては見ているんですけれどもはいそんなとこですはいあれともう1点何かありましたですか、ね それだけでよろしいですか。ははい。はい、ありがとうございます。ええー、それではあの最後の質問ということで、あの簡潔によろしくお願いいたします。私あのデイ会イのこの毎日元毎日新聞の近藤と申します。あのスポーツの分野じゃない政治の分野なんですけども。 ちょっと間違いかもしれません今日は監督がです、ね、何度も強調されたその日本の女性のひたむきさ日本の女性の,まあその特性というかでまあ礼儀正しい、えー、まあ明るいというそういうことを何度も言われたんですがこんあ今回問題になったあの女子柔道でやってるのもやっぱり女子なんですね、はい、女子柔道の問題体、はい、罰の問題。 これはまあ学校でもいろいろ問題になってるわけですけども、はい、全国の、はい、この本質的に何が問題でこういうことになったんでしょうかつまりその改革もあまり行われないというようなこと今度のことでですね一応その責任の所在もはっきりしなかったというふうなことはまあ新聞でも報道されてますけども監督はこの 日本の女性これだけのものがあるのはやっぱり指導者が良くないのかと、まあ、人のことを批判するわけじゃないんですけど率直にその今度の問題についての感想をお聞きしたいということですはい女子柔道の,あの対話です、はいはいまあ、僕自身は一指導者なので、まあ、実的にはその指導というそのコーチングをするアプローチの仕方とした時の とかお答えできないと思い思ますある意味、実際に僕たちは代表ですから、実際に結果というプレッシャーがもちろんあります、それはまあ当たり前なもんで、逆に言うと、僕自身も日本の女性のサッカーという将来を担った仕事をしてますし、ある意味、結果が出なかったら、もちろん契約もなくなるということの、 プレッシャーもありますそれと常にトレーニングをする時に我々の競技というのは手ではなくて足でやるスポーツですから実際に足でやるスポーツでいろんな手で扱うスポーツから見ればミスが多いすぐにはうまくならないすぐ連携連動しようとしても足でやるスポーツですから。 なななかかかうまくいかないでも足でやる時間は一人一人考えた時に時間数は少ないんですけれどもその中でかつミスをするという可能性があるスポーツですですから非常にこう忍耐力がいりますねサッカーの指導者というのはやっぱりそういったことも踏まえてですねやはり選手にアプローチするということのベースもちろんいろんな側面のプレッシャーはありますけれどもやはりサッカーってすぐうまくならないし。 だから日々努力するということには尽きないわけなんですけれどもそれとうまくいかない言ってうまくいかないやらせてうまくいかないなぜかやっぱり自分の指導が悪いというところに差し替えるかどうかというぐらいな気持ちがですねやっぱり指導者にあるかないかえですからある意味やはりそのえ僕自身もここまでえ考えられてくるまでに やはり時間がかかったと思いますよねね実際にねですから最終的にこのいろんなプレッシャーの度合いが多いその指導者であるべき人材はもっと指導者としてやはりいろんな経験値を踏まえた人がやらないとまずそれはそういうようなことも起きてしまうんじゃないかなと思いますね。ですから僕がこれだけのプレッシャーのものをですよ 僕が30 34ぐらいから僕指導を始めましたけれどもその時にそういうものを与えられた時に本当に誠実な指導をできたかなと思った時にできないかもしれませんそれは手を出すとか出さないんじゃなくていろんな言葉とか本当にいいトレーニングをさせられたかいい準備ができたかということをすればですねですからやっぱある程度いろんな経験をしやはりそういうことも踏まえた能力があるもの 成長できたということから今の指導になっているんだと思いますし、はい、ですから実際にどんな武道だとかなんだかんだといろんな指導をやりますけども実際にそれだけのプレッシャーがある状況にあるところの指導者はやっぱり、ね、もっと経験値のある方をやらなきゃいけないと思いますし。 だ,だからといって決してこの代表だけではなくてユース年代にも含めてそうですやっぱりスポーツを指導するということの中でやはりそのカテゴリーどこもやっぱりあのおろそかにはもちろんできないですけれどもね実際にはだから僕自身も、うんまあ、なんともね、まあ、残念ですけれどもそれははいありがとうございました、えー、それではあの 時間でございます、えー、ここであの会見を終わらせていただきたいと思います、えー、監督にあの事前にですねあのこれの記号をいただいておりますこんなところで発表することだったんですかこれねやるんです毎回か,かっこいいの構えられなかったな、えー、夢を力に世界一銀メダル、えー、というところで終わっておりますもう一度世界一を書いて、はい、ここにまたいらっしゃることをております頑張ります <laughs> これもこれです。あの、日本記者クラブから、あの、記念の。どうもします、すみませありがとうございます。えー、それでは、あの、監督に、あの、ご退席願いますので、あの、皆様、そこで、あの、座ったまま、お見送りください。よろしくお願いいたします。どうも、失礼しました。